こんにちは、まさに6494です。今回は2021年の大学入学共通テストで、試験時間中にマスクから鼻を出して失格した気違い受験生を特定していこうという動画になります。はい、ということで、タイトル通りなんですけど、大学入学共通テストがセンター試験から変わって初めてのテストで、皆さん緊張していたと思うし、またコロナの影響で、マスク着用が義務付けられていたということで、結構ピリピリしてたと思うんですけど、しかも、自分の、ある程度運命が決まる、試験の一つということで、そういった状況の中、自分自身が、失格とか失敗することはいいんですよ。自分のやったことに対して。ただ一番迷惑なのは、その6回注意されて失格になった、その6回分、近くで試験を受けていた受験生がすごいかわいそうだなと思って、小声だとしても、気になりますよね。気になって集中できなくて、点数にちょっと響いたりして、その差で不合格になったりするんで、それすごいかわいそうだなと思って。なので、こういった気違いは、駆逐するというか、注意喚起というか、真剣にやっている人間がいるのに対して、こういった頭おかしい行動をする人は、一旦特定して、そういった人間を新たに出さないようにしていかないといけないなと思ったので動画として出してみました。はい、なので知っている情報をお持ちの方は YouTube のコメント欄、また Twitter のダイレクトメール、また Yahoo メールで大丈夫ですので教えていただけるとありがたいです。はい、ということで今回は2021年の大学入学共通テストで試験時間中にマスクから鼻を出して失格した気違い受験生を特定していこうという動画でした。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。